こんにちは、 6.23 実行委員です。私たちは今回読谷高校の伝統 6.23 平和特設授業の説明をしに来ました。と6月14日の金曜日に嘉手納文化センターで9時半からこの特設授業が開始されるんですけど、とこの特設授業は昔あった沖縄戦という事実のことを伝えるための授業になっています。今私たちの時代では本当の沖縄戦の事実があまりチャンス聞けるチャンスが少なくなってきています。なので私たちがこの授業を通して皆さんに伝えていける機会になればいいなと思っています。なので皆さんよかったら来てくださいね。待ってます。